トヨタスプリンタートヨタスプリンターカリブスプリンターカリブはトヨタ自動車が生産していた乗用車で排気量 1500cc1800cc クラスのステーションワゴンである開発生産はトヨタ自動食器製作所乗用車ベースの四輪駆動というクロスオーバー SUV の源流的な存在であるまた後述のように初代モデルに関しては スプリンターの名を冠していながらもカローラ系統ではなくターセル系統に属する車両である。拡大とも5ナンバーのワゴンのみで4ナンバーの番は設定されなかった。アメリカではベース車からターセルワゴンの名で売られていた。このモデルもアクロ走破性が高いことからアウトドア派や雪国を中心に固定ファンがいたものの、モデル後期に訪れた RV ブームの中、 黒缶タイプに押されたのと90年代以降はベースのセダンが E100 型系にフルモデルチェンジ以降も AE95G 型のまま7年半の間モデルライフを過ごしたため次第に存在感が薄れていった欧州と豪州ではカローラワゴンの名で1991年に7代目カローラ派生の3代目カローラワゴンが登場するまで販売されていた 1995年8月3代目デビュー。この頃は RV が圧倒的な支持を得ており、カリブも最初で最後となる FF 車を追加し、価格帯を下方へ広げることで各班に対応したが、初代以来の個性は弱まっていた。グレード体系は完全に一新され、上から Z ツーリング、V ツーリング、S ツーリングとなり、8代目カローラの欧州向け、 ワゴンタイプと姉妹車になった。ボディカラーは、スーパーホワイト2、シルバーメタリック、ダークグリーンマイカ、アップルグロートーニングと呼ばれる、レッドマイカとシルバーのツートンカラー、ミッドナイトトーニングと呼ばれるブラックメタリックと、シルバーのツートンカラー、コズミックブルートーニングと呼ばれるコントシルバーのツートンカラー、オアシスグリーントーニングと呼ばれる、エメラルドグリーンとシルバーのツートンカラーの7色が、 設定された。初期の CM は、黒人4人のゴスペルグループボーイズ2面が出演。なお、欧州市場には、WRC で活躍したカローラ FX と、同様の丸型2頭のヘッドライトを持つ、全面デザインが与えられ、カローラワゴンの名で販売されていた。これは後に、日本国内でも、カリブロスその名で販売された。なお、 この CM では、梅宮アンナが出演していた。また、モデルライフ中には黒缶を意識し、大型フロントプロテクションや背面スペアタイヤを装着した特装車、フィールドハンターの設定もあった。ありがとうございます。